まあ、吉田さん、まあ、世の中結構ねひどい話があるもんで、例の、冤罪事件っていうのは、犯人とされてる人がね、身代金じゃないけども懸賞金が300万に上がったでしょ。で、あの人はね犯人じゃないんですよ。で、闇から闇にもう消されている可能性が高いということが取材で分かってるんですよね。で、警察はその犯人だろうと推定した人を犯人ということにしないと真犯人を逃して手がかりが全くないわけなんですよ。だから警察の立てたストーリーがそのまま全部冤罪でもう口封じしていかないともう引っ込みがつかなくなったんですよね。だからそういう特に人の命がなくなってる事件ですから、2人も3人も、もうそうなってくると、すいません警察のミスでしたってもうね未来永劫言えないんで、もうお蔵入りですよね。これはね、白バイ事件も同じです。まあ、すごくひどい事件っていうのは結構あるんですけども、いや、なんかね、いたたまりないなってことをね、また聞いてしまったんですよ。なんかね、何も人と関係持ってないのに、こっちから探しに行ったわけじゃないのに、そういうのが飛び込んでくるんですけども、なんかね、それは子育てをしていて、なんか1歳か2歳ぐらいのちっちゃい子だったらしいんですけども、なんかとにかくすぐ泣いてね、で、なんか静かに、その子が、その赤ちゃんがね、ちっちゃくって、静かにしてる時でも、そのお母さんがいつ泣くんだろうか、いつ泣くんだろうかっていう風な脅迫観念に駆られて、もうなんかね参っちゃったらしくって、まあこの子がいなければどんなに自分は自由だろうかっていう風にね、なんか常々思ってたらしいんですよ本当に。でもね、ある時体調悪くなって急に死んじゃったんですよその子がね。そしたらね、なんかあんなに手を煩わしてめんどくさいなと思ってたその子供が、あ、我が子だったんだ、あ、もう起きてこないんだとか、もう泣いてくれないんだってことに気づいて、なんかこの子がいなければよかったのにみたいなことをねたびたび思った、まあ、その思いがね殺してしまったんじゃないか、自分がなんか殺したみたいな気がするんですって感じで、まあ、話されていてね、なんか何とも言えないですね、それ聞かされてもね、何とも言えないけど、まあ、現実なんですよねこういうのも。高知白バイ事件も現実なら、そのもうとてつもない悲劇って飽きるほど世の中に溢れていて、だからね、あれがかわいそう、これがかわいそうって、こちらから探しに行かなくても、溢れてきて、勝手にね、耳に入る、目に入るわけなんですよ。積極的に、外部の情報を取ってない私でもそうなるんで、だからね、テレビのワイドショーを見たりとか、ニュースサイト検索したりとか、どっかのね、SNS のコミュニティ行ってみたら、悲惨な話で溢れてるんだろうなと思いますよね。だからもうなんか、誰とも関わらないっていうのがね、やっぱいいなと思いましたね。なんかすごくね無責任なように聞こえますけども、人と関わるとろくなことがないというか、そもそも人と関わる意味がないじゃないですか僕らは、だからなんかこうもっともっと孤独になっていくっていうかね、社会をもっと否定していって仲良くならないみたいなね、この夏もね去年と同様、まあ、大和くん連れてその辺歩くんですけども、で去年はねちょっとね考えがあって、わざわざ車で遠くに行って、遠くで、なんかその、ウォーキングの鍛錬したんですよ。で、今年は近所歩くようにしたんですけども、まあ近所の人結構声かけてくれるんですよね。なんかそれがね、なんとなくね、去年から思っていたんですけども、あ、これ煩わしいなと思ったんですよ。もちろんそんな態度は出さないんですけども、なんか人って人に関わってくるんですよね。なんか知んないけどね。それ助かるっていうかありがたいところもあるんでしょうけども、もはや俺は人がいらないよねみたいになっちゃって、なんかひどい考えに似てるんですけどね、なんかね そんなんじゃいけないなと思うところもあるんですけども、まあですんでね、私はもうねこれですよ、中国武術の本を取り寄せて、これはねなんとね日本訳なんですよ。広東語で書かれていて漢字だらけでわけわかんないんですけども、これを今月中にもう超時間がない中ね読破していこうと思ってるんですよね。その要するにこの中国武術って実はね何のために武術するかって言ったら、全てがこれ戦うためじゃなくって心の鍛錬のためにあるんですよ。で、ヨガってあるじゃないですか、ヨガと同じなんですよ、こうやって型を取るのってね、これヨガなんですねこれってね、まあ、そういうこともねこう書いてあって、あ、なんで全然違うなと。だからこうやって年を取ってもやるんだとか、その構えによってもうその構えを見ればね、その道の人だったらその人の人生が見えるらしいんですよね。すごいところだなと思いますよね。でこういうふうに、まあ、自分の内側を研ぎ澄ました人といつまでも外部になんか関わりを持つ人とのこのせめぎ合いが、このなんかね
悲劇の始まりなのかなとか、なんとか思うわけですけども、まあ、吉田さんもね、100万円持ってかれちゃいましたけども、あそこで仏心出さずにね、もう会わないよって、何言ってんだよ、非常識な、みたいなね。で、突っ張れることができればよかったんですけども、そうはいかないですよね。で、まあ、今のところ私がね、たどり着いた境地っていうのは、全てを受け入れることですよね。ああ、こうじゃなかったらよかったのに、これだったらこういう風になったらいいのにっていう風に、いちいち思うんじゃなくって、今ある現実が全てだと。うん、そしてその現実は自分が思い描いたからそうなったんだっていうことも、もうちょっと先に書いてあるんですよ、これ。実は。っていうのがね、自分が考えたことが全て現実化されて、今日や明日を作っているって考え方です。だから、なんか、気に食わない一日があるとしたら、それはお前が作ったんだって。お前のイマジネーションが呼び寄せて、その世界を作ったんだよってことなんですよね。なんかそれはね、本当にそうなんじゃないかなと思うんですよ。うん。それは、いわゆる、人生を変えることができたからこそ、自分の脳の中で自分の人生を変えることができれば、もうね、自分の脳の外側の世界も変えることができるんだろうなっていうふうなことを実感するそのままなんですよ。で、人生を変えたことがない人とか、自力で何かね、人生を塗り替えたことがない人は多分そんなこと思わないでしょうね。でも、あ、確かに自分の力でこれは舵取りしたなとか、確かに自分が望んで作り上げた日々だなっていうのが、まあ、日々ね、実感できているとできるんだなと思いますよね。それで例の冤罪の話に戻るんですけども、悲惨な冤罪の話って結構あってね、そっから学ぶのっていうのはどういうことかっていうと、そういうのも込みで、この世の中だ人生だっていうようなところにたどり着く人がいるってことなんですよ。だって一方的に冤罪かけられてね、自由を拘束されて、人によっては二十数年間牢屋に入れられて、それで再審を勝ち取って、いろんなね、隠蔽や陰謀や謀略があって、冤罪ってのを最後まで認めなかった行政、国、それから裁判所がついにね、取引を持ちかけてきて、もう当時の裁判所や当時の捜査官はいないけれども、後世でいろいろ考えたら、客観的に考えたら、これは無罪と言わざるを得ないよねと。ただ当時の人は情報もなかったし、鑑定技術もなかったんで、勘違いしてもしょうがないよねっていうふうな、司法に対して国家に対して言い訳も用意しながら無罪釈放するわけですよ。で、無罪になった人はそれでもね、嬉しいですよね、それを応援した人とか。で、無罪放免になった人の身内の人はもう亡くなっていたりとかでね、お墓の前に親父を袋信じてくれてありがとう、おかげで俺無罪勝ち取ったよ、でももうこんな年になっちゃって、もう残りの人生何やりゃいいんだみたいなね、絶望ですよね。まあ国家賠償法として、その冤罪とされて拘束された日々のね、日数はかけるでお金に変わるんですけども、ただその人が本当に歩むべきだった人生、するべきだった恋愛、友人と交わすはずだった約束で、生まれるべきはずだったね子供たちに全く会えない、人生を奪われて盗まれて、最後にはした金が渡されてね、チーンですよね。まあでもその人が、でもこれも込みで人生なんだと、これも込みで社会なんだと、人は間違えてその犠牲になる人がいるんだ、それはたまたま自分だったんだ、他の人じゃなくてよかったぐらいのことが思える自分になりたいとかね、言ってその人は締められてましたね。まあ、こういうねことがね、個人的に私に寄せられてもね、しょうがないんだけども、でもおかげさまで、ああなるほどなと、なんかやっぱ人ってすごいなと思うんですよね。すごくない人はたくさんいるんですけども、すごい人もたまにいるなと、まあだからなんとなくね、救われるなって気がしますね。はい、ということで今回はすごいでいきましょうか。いってらっしゃい。